ディエゴ・ピトトカコとディエゴ・クリスティアーノ・エバリストはブラジル・サンパウロ州モジグアス出身のサッカー選手 J リーグカシマ・アントラーズ所属ポジションはミッドフィールダー2021年1月21日 J リーグカシマ・アントラーズへの完全移籍が発表された背番号は212021年1月31日のリベルタドーレス杯決勝に サントス FC の主軸ボランチとして出場後、コロナの影響で日本への入国は4月2日、チーム合流は4月18日だった。4月28日のルバンカップグループステージ第4節のサガントス戦で途中出場から日本デビューを飾り、その3日後の J1 リーグ第12節の横浜 FC 戦でも途中出場にて、J1 リーグ戦初出場。5月5日に開催された。 ルバンカップグループステージ第5節、ホームでのアビスパ福岡戦で、初のスタメン出場を果たした。6月6日のルバンカップ、清水エスパルス戦では、常元のスローインからピトゥカが空いて、陣内の深い位置まで侵入して、クロスを送ると、ファーサイドでエベラウドが合わせて、ゴールを初アシスト。6月27日の J1 リーグ第20節、 コンサドーレ札幌戦の後半48分、前線でエベラウドが落としたボールに、後方から走り込み、胸トラップで相手を置き去りにすると体を開いて、左足でゴールへ流し込み、加入後初ゴールを決めた。ゲームを作る司令塔タイプのボランチ。中盤で長短のパスをさばいて、リズムを作りながらもゴールへ直結する、ラストパスも出せれば、 自ら攻撃参加して得点もするスタイルでゲームを組み立てるのに非常に長けている。また左足のキック精度が非常に高く。所属の鹿島アントラーズではコーナーキック、フリーキックのキッカーも務めている。なお利き足の左足だけでなく、前述の6月6日のルワンカップ、清水エスパルス戦でクロスでアシストしたように右足の精度も高い。ありがとうございます。